はい、どうもポテトンです。今回はですね、蛇の目白富士攻略の方をやっていきます。まずは鉄砲砦の方の鬼仏から来まして、吊り橋を渡ってね、裏に回りましょう。今回は秘伝一心を使用していきます。側面の方から、回り込みまして、1回目忍殺を決めていきます。その後は白富士をね連れまして、この段差の上に登ります。この際にできるだけ端っこの方に誘導しましょう。あとはロックして秘伝一心をね放っていくだけという、これだけになります。この秘伝一心はですね、片代がなくても使える上に下攻撃への判定が結構ありまして、この高さからでも実はね届いてしまうという超便利な技で、このようにねはめれてしまいます。この時に白富士がね左の方に寄りすぎてしまうと、またね誘導し直しといった感じになるので、最初にねできるだけ右の方に寄せておくのがポイントです。秘伝一心は使用後の硬直が長いので、体幹が溜まってきて忍殺を決めれるようになったらね、うまく調整しないと、こんな風にねやり直しになるので、そこだけねお気をつけください。体幹がいっぱいになりましたら、あとは下に降りて攻撃のタイミングを見計らって、最後ね決めていきましょう。はい、といった感じでこんなにねあっさり倒せてしまうので、よかったらね皆さんも参考にしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。ではまたねー。